それは知ってる。さすがに反応するか怖い。よし、いい子に待ってたから。はい。マジで便利、うん、前のやつさ、取りにくかったもん、そのうん、めっちゃ便利、うん、便利ご飯が完全に溶けてるんだよな。いい顔しとる、うん、5分置いとる。なんか落ち着いた心。どこ行っちゃった。
この辺、あ、耳が、あここにいるっぽいねこれ多分そうだよね、うん、クッションどければよかったね、見えないね部屋の温度あったかいもんね。19度あるわ。あ、よかったよかった、うん、全然大丈夫、うん。すごいな、人が。こんな大きい人だったんだ。ねえ。今電波がおかしいね、ここ多分人が多いからさ。あ、やばい、これ2回出した気がする。めっちゃ大量になっちゃったマジかよ、めっちゃ大量になっちゃった。てかブツブツで食べとるか分からんね。分からんね。あ、来た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 。あれだけ食う感じじゃないもんな、最近は。でも録画も多分こうなっちゃってるよね。どうやろうな。お、もうちょっとさすっと。本当だ、めっちゃ残ってる。でも早い気がする。うん、全然早い。こっちでやっとけばよかった。ね。お、もう一回。あ、チェックしてる。あの、こっちも食べたいわ。
起きてるね、でも二人とも。うんね。今やる子に対して遊んどったことあるか。かもね。ご飯どうなの？食べたのかな？見てみる？うん。ホルンの給食は、こんな感じ。ささみの子はどうなの？俺、二回分出しちゃったからな。ささみの方。減ってる。食べてある。食べ過ぎだな。美味しくいただいてある。まあでもなんか、特にね、うん、普通にご飯食べれてるんだったらよかった。うん。アレクサ、全部の電気を消して。アレクサ、全部の電気をつけて。その絨毯が遊んだ跡がある。どこかあげる。ね。うん。お、ホルンすぐ来た。あ、本当だ。あれ、私間違えた。同じ方に。あれ。え？なんか同じものになってる。なんで？あれ、ささみだよね。は、なんで俺がささみって。ごめん、間違えた。ちょっと私じゃホルンの方であげよう。なんかホルンの方が山盛りだ。ささみ食べる。ささみ食べる。ね。食べたのかな、ささみ残ったやつ。ね。ホルンが気にしとる。いいです。こっちも味見するってなって。お、満足した。ね。確かにいいか。朝食。結構豪華な外見だった。ラクサだって。ねえ、なんかあったじゃん、ラクサ。こんな初めて食べる。シンガポールの料理って書いてある。うん。ね、自分
しい。なんかちょっとビーバーっぽいのさ。して集合してくれた。あー、いこ。ブラッシングしよっかね。僕もしてって。すごい絨毯が遊んだ跡がある。よくあげる。ね。じゃあ。え、ぬるいな。